実は私はセンター終わってから1週間くらい燃え尽き症候群みたいになっちゃって、直前期にもう勉強したくなくなってきてしまってんな。あ、もっとラスト追い込んでたら、もっと何か変わってたんかなって、やっぱりそういう風に考えちゃったのね。最後の最後にね、余力を残した状態でちょっと終わってしまったの。こんにちは、くらです。今日は受験で後悔すること3選というテーマで話していきます。やっぱりもう先に受験を終えた身として、こういうことに後悔しないように気をつけてほしいとか、このままやったら多くの人はこういうことに後悔するんじゃないかなっていうことをいろいろ考えて、テーマを3つに絞って話していきたいと思います。受験が終わった時に後悔しないように、ぜひ最後まで見ていてください。それでは早速やっていきます。じゃん。はい、まず受験で後悔すること一つ目なんですけど、それは授業で取る教科をミスることです。まあこれも3年生は関係ないかもしれないんですけど、まずそのパターン一つ目が文系と理系をミスるですね。文系を選択したけど理系の学部に行きたくなったとか、もうこれは本当にもう割とガチで致命的というか、やっぱり学校の先生に言ってもそれは絶対厳しいとか無理とかあかんとか言われると思うから、この文系と理系の大きい区別だけはつけといた方がいいなと思います。行きたい学部とかで選ぶのがいいと思います。次、パターン二つ目は受験科目を絞りすぎることです。例えば私立受験っていうのをもう希望したから授業を3教科だけのコースにしちゃったとするじゃないですか。それやのに後から国公立目指したいってなったら、やっぱりそれはほんまにめちゃくちゃ厳しいから、もし国公立も行きたいかもって思うんやったら、もう私学選択とか3教科だけに絞りすぎちゃうのはほんまにやめとった方がいいと思います。で、あとは、これは社会科目の話やねんけど、学校とか学部によっては日本しか世界史でしか受験できないところもあるのに、現代社会とかそういうのを選択してしまって受けれる大学がめっちゃ絞られてしまったりとか、授業とは別で自分で日本史をやらないとあかんとか、そういうことになってしまうので、受験の科目とかコースを選ぶときは授業の教科とか、あとはコース選択とかを間違わないように気をつけてほしいなと思います。で、パターン3つ目はこれはさっきと逆でいらん教科を取りすぎたことですね。私立受験やったら3教科しかいらんのに国公立コースにしちゃって、理系科目の授業もたくさん取っちゃうみたいな、そういうことですね。私はこれでした。もともと国公立のコースに決めとって、途中からやっぱり早稲田行きたいってなって3教科でよかったのに、理科とかといらん科目であったのは、まあ、数 1A 数 2B の両方演習科目と、で生物と、あとは倫理と、何やったっけな、もうそんな感じかな。生物も生物基礎とかじゃなかったから、とりあえずいらん科目がいっぱいあってほんまに悲しかったっていうのがあったから、やっぱりしっかり考えてほしいなと思います。で、この解決策やねんけど、それはやっぱり初めに志望校をしっかり決めるっていうことやと思います。もう私はなんとなくで決めてめちゃくちゃ後悔しちゃったんです。だけど、志望校が変わって必要な教科が変わってしまうっていうのは、それは仕方ないことやと思ってて、その時にしっかり考えて決めたこと、それが変わってしまうたら全然それはいいと思います。しゃあないと思う。目標とか計画が変わることはよくあることやから、まあ、それはいい。それはもう後悔しやんでいいと思う。しゃあない。けど、文系から理系に変えるとか、私立受験から国公立受験に変えるとかっていうのは、ほんまにしんどくなっちゃうから、逆の方がまだいいと思います。私も国公立コースからの私学受験やったから、まだ行けました。まあ、ちなみに日本史か世界史かどっち選ぶかっていうのは、ほんまにほとんど変わるんから、好みで選んだらいいと思います。あんまり有利不利とかの観点で後悔した話は聞いたことないですね。日本史取ったけど、やっぱり世界史が良かったとか言うけど、まあ、それはもう趣味思考の話やから、別に有利不利とかはないと思います。次、受験で後悔すること二つ目は、見た目、体裁にこだわることです。まあ、これどういうことかっていうと、例えば一つ目、ノートですね。綺麗に書こうとするとか、しっかり自分用のノートを作るとか、まとめノート作るとか、そもそも私はノート自体全然いらんと思う派やし、やっぱりノート綺麗に書いとったら、すっごいなんかやってる感出るし、たくさん文字書いたり、ノート何冊も何冊も積み重なってくるために、自分めっちゃできてるなっていう気になるかもしらへんねんけど、でもそのノートを書いたことによって、別に成績が伸びるわけじゃないから、そこに時間を使ってしまったって思うようにするくらいの方がいいんじゃないかなって思いますね。もう何か必要なことを書くとしても、その自分しか見えへんし、後から見て分かればいいんやから、もう必要最低限の時間、もうほんま一瞬ピャピャピャって書いて終わらせるとか、もうそんなんでいいと思います。次、勉強はかですね。これめちゃくちゃ定裁にこだわってるんじゃないかなっていう人おんねんけど、自分のモチベ管理とかいろいろちゃんと目的を持ってみんなやってると思うねんな。勉強関連の人だけをフォローして、すごい SNS からも意識を高めるみたいな、そういうのは全然いいと思うねんけど、でもそこでそれこそめちゃ綺麗に書いたノートとか、結構の文字数のもうすっごいやってるなっていうのを載せてる人もいっぱいおるから、もしそれ勉強赤意識とかで目的が履き違えられてたら、ちょっとやばいかなって思っちゃう。あんまり勉強の習慣ついてない人が勉強赤に載せるために自分は勉強するねんっていうね、そういう高1とか高2とかそういう段階の人全然いいと思うねん。けど受験生で毎回しっかり投稿とかしたり、綺麗に書いたものをやったり、なんかそういうのを見てたら、もうちょっとその時間他のところに使えるんじゃないかなとか、なんか見せるための勉強になってないかなっていうのがちょっと心配になっちゃいますね。うん、なりふり構わずもっとできることあると思うし、そこはちょっと
気をつけてほしいなって思う。だから上手に付き合ってほしいです。だから勉強時間とかもそうやねんけど、これも何時間勉強したとか言ったらちゃんと頑張ってそうに聞こえるやんか。やけど正直そんな表面的な数字って関係なくて、測ってはないけど常に自分の勉強になることをやってたりとか、なんか勉強になるものを見たり、隙間時間でも復習したりとか、なんかもうもっとできるはずやから、もうとにかく勉強してない時間はないっていうくらい勉強に時間を費やせると思います。だからそういう生活をしてると何時間やってたかもどうでもよくなるのよね。いや起きてる時間勉強に関することしてるしみたいな、そういうレベルになってくるから。あとは自分自身の見た目もそうやね。そんな女なんか捨てておしゃれも我慢して、髪の毛切りに行くのも限界まで待って、もうメイクもせずとりあえず早く準備終わらせて家を出る、それでいいと思います。もしも今ここでその例えばノート綺麗に書くとか勉強化するとか見た目可愛くするとかをそういう承認欲求でやってしまってるところがあるんやったら、それはもうやめた方がいいと思います。もちろんそうじゃない人もおると思うから、全員やめろとかそういうことを言ってるわけじゃない。でもちろん、でももし自分は人からどう見られるかを気にして勉強やってたなっていう、そういうね心当たりがある人は気にしないといけないのはそこじゃないよって分かってほしいです。こだわりたいことは分からねんけど、合格することだけに時間を使おう、じゃないと後々終わってからなんで自分はあの時間もっとこうできたんじゃないかとかいう後悔につながると思います。次、受験期で後悔すること3つ目は自分の余力を使い切らないことです。ちょっと今日はいいかなとか、まだあと何ヶ月間あるしなとか、そんな風に思ってたら多分試験本番当日っていうのはもうすぐにやってきます。その時に自分のまだやれることを残した状態っていうのはほんまに後悔残ります。後悔を残さへんためにはもういつもいつも言ってることやねんけど、自分のやれることはもう全部やりきって、もうあとは何もできることは残されてない、これであかんかったらもうそれはしゃーないって思えるくらいじゃないとあかんと思うねんな。静かにしや。しんどすぎて多少精神削りながらでも必死で辛いことを耐えてやる。これ終わったらもうどうなってもいいし、いくらでも休むかなって思いながら取り組んだらもっともっとできることが増えるはず。終わった時にどう感じるかって結果だけじゃないよな。今この毎日をどう過ごすかによってもちろん結果も変わってくるねんけど、自分のやりきった感とか後悔とかが全く違ったものになってくんねん。で、実は私はセンター終わってから1週間くらい燃え尽き症候群みたいになっちゃって、めちゃくちゃ時間を無駄にしてしまったりとか、あとは直前期にもう勉強したくなくなってきてしまってんな。多分直前に問題解いて、もしできひんかったらとかいうのを考えてめっちゃ怖くなってて逃げてたんやと思う。どうせあと数日頑張ったからってこっから別に何も変わらんやろとか思っちゃってたよな。もうほんまに戦略とかじゃなくてただただ言い訳して逃げててん。私はそれでもなんとかねギリギリ本命の学部には合格できたんやけど、試験本番が終わって、あもうこれもしかしたらあかんかったかなと思った時に、あもっとラスト追い込んでたらもっと何か変わってたんかなって、やっぱりそういう風に考えちゃったのね。でももうそれまでの期間はほんまに誰よりも勉強してた自信があるし、ストイックにほんまにずっとやり続けたのに、最後の最後にね余力を残した状態でちょっと終わってしまったの。だからね、もうそんな後悔はしないように絶対毎日一日一日大切に過ごしてほしいなって思います。今はどれだけしんどくても後から考えてみれば、あの時自分よう頑張ってたなとか、もう相当しんどかったんちゃうかなとかいう、このくらいのノリで思い出せるようになるねんな。もうしんどいのは今だけやから、もうその後に最高の大学生活が待ってるから、倒れてもいいやと思いながらやっててもそう簡単になかなか倒れられへんから、これだけは絶対後悔してほしくないなって思います。はい、これで今回の内容は以上になります。最後に復習して終わりにしたいと思います。このチャンネルでは大学受験などについて発信しておりますので、まだの方はポチッとチャンネル登録お願いします。まとめ、受験で後悔すること。1、受験教科にいらない授業を選択してしまう。文系、理系、国公立、私立はなるべく決めてしまって後悔のない選択をしましょう。特に私立コースを選択すると国公立を目指すのは本当に大変になるので注意してください。ちゃんと早くから考えておけばよかったって後悔することにつながります。2、見た目や体裁にこだわる。綺麗なノート、おしゃれな勉強垢、表面的な勉強時間、メイクなど合格に直結しないことに時間や労力をなるべく割かないようにしましょう。あの時間無駄やったんじゃないかなって思ってしまうことにつながります。3、自分の余力がある状態で受験を終える。やれるだけやりきったと言えるよう毎日を過ごすようにしましょう。もっとできたのかもしれないと思うことが最も後悔することになります。最後までご視聴くださって本当にありがとうございます。もしこの動画が良かったよと思ってくださったら高評価を押して教えてくれると嬉しいです。後悔しない受験生ライフを送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。